東京モノレール500系電車は、かつて東京モノレールに在籍していた小座式モノレール電車。1969年5月に登場した。開業以来の100系、200系、300系、350系の二軸10メートル車を15メートルボギー車に大型化した。モノレールのボギー車は世界初であり、登場時には世界的に注目された。 このボギー台車構造は、後の日本小座式モノレールにも取り入れられ、500型は、その試験車とも言える存在であった。車体は普通構成となり、前面は100系同様に、各部を丸めた切り妻構造で、100系の車体を延長したような形状である。塗装は、登場時より、赤と白の塗り分けであり、これは本形式から採用されたものである。制御装置は、 日立製作所製 MMC、制度装置は発電制度を併用電磁直通式。電動機出力は6 5ットで1両あたり4個。装着され、最高運転速度は時速8 0トルである。座席は、台車上が7人掛けのロングシート、扉間は国鉄155軽電車のような2人掛け3人。がかり家のボックス式、クロスシートで通路幅が狭く、 定員は95名である。冷房装置は搭載しておらず、換気装置としてファンデリアを装備していた。片運転台の奇数番号車と偶数番号車を背中合わせに連結したものが1ユニットであり、2から3ユニットを連結した4から6両で運転された。1969年から26両が日立製作所で製造された。 1991年5月までに線型によって置き換えられ全社が廃車された。線形復刻塗装車。ありがとうございます。